まあ、もうだいぶまあこのストーリーやらかしちゃってるからね。完璧なハッピーエンドはなそうだけどね。うわあ、ミクさん。びっくりした。まさかちびってないよね。クロエ、ふざけないで。今日は大変な一日だったんだよ。おちゃびと。友達が屋上から飛び降りるのを止めたりしてさ、ちょっとは考えてほしいな。ごめん。でもすごいじゃん。友達を救ったんだぜ。それはケイトの意思。私は巻き戻すことができなかった。頭が痛くて割れそうで、何を言ったらいいかさえわからなかった。思考止まったわ今一瞬。考えすぎだって。ケイトが生きてるのはマックスのおかげ。マックスの言葉が効いたんだ。それにその力がいずれみんなを救う。まだ謎は多いけどな。ケイトをここまで追い詰めた犯人とかね。これ以上の犠牲者を出すわけにはいかないよ。それに竜巻がこの町を消し去るのを阻止するだっけ。ふん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 。でカオス理論。前にこれはカオス理論だって言ってたよね。そんなのとてもじゃないけど手に負えないよ。でもその力は操れるだろ。時間と空間が思いのままだ。すごいじゃん。なんか自分の決断に自信が持てなくなってきた。特にジェファソン先生を巻き込んでから。そんな風に自分を責めるもんじゃないよ。とりあえず手がかりを集めよう。どっちだ。どっち。私はケイトが気になる。でも多分クロエはレイチェルについて調べたいんだよな。まあクロエの手前だし、レイチェルについて話をしとこうか。レイチェルと関わりのあった人間についてもっと調べないといけないね。レイチェルは誰とでも仲良くなれた。私が嫌いな連中とも。全ての鍵はレイチェルが握っている気がする。変かな、会ったこともないのに。そんなこと知るか。私はレイチェルを見つけたいだけ。考えると怖くなる。もしかしたら。慰めよう。うまくやってるよ。案外ロスでうまくやってるから。ロスか。可能性としてはあるよね。私を置いていくはずない。あー、しまった。絶対何かに巻き込まれたんだ。早くレイチェルを見つけよう。早く。大丈夫、絶対に見つけるよ。まずは手がかりを探そう。ああ。で、見せたいものって何？驚くなよ。ほら、学校の合鍵。はあ。ステージからくすねてきた。ほんと感心しちゃう。警備主任。とはいえ、これ以上問題を起こしてほしくはないけど。でも人いるよ。問題だらけの街だ。今さらどうってことないだろ。やるっきゃないのさ。あ？ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。クロエしかいないでしょ。あなた中勤切られてるからね、よくしょっちゅう。ポートフォリオを手伝ってくれてありがとうございます。どう？クラスメートたちも君に続いてくれるといいんだが。え？気が散っていてすまない。え？今日はいろいろありすぎた。なんでいんの？そうですね。何かあったら聞きますよ、ジェファソン先生。ありがとう。あ、最悪な事態にならなくてよかったよ。ケイティが飛んでたらどうなってたか。ケイティ？君たちそんなに仲が良かったのか。おやおや。意外だな。それより日常ヒーローコンテストは中止になるんですか？いや、ただ先生はサンフランシスコに行けない。僕はケイトの話を聞いただけなんだが、マックスはそう思わなかったようだ。え？どうせあの子は自撮りしかできませんよ。私の作品を見てくれたでしょ。自撮りなんかよりずっといいじゃないですか。根に持ったか。マーク、一緒にサンフランシスコに行きましょう。ジェファソン先生だ。それに僕は行けないと言っただろう。もともと私の作品を評価してくれてるんだから、誰も贔屓だなんて思いませんよ。食いつくね。でも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょ、ね、今のは聞かなかったことにするよ。私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりにいろいろ要求されたって言いふらしちゃうかも。今の脅しも聞かなかったことにしよう。
話はこれでおしまいだ。君は生徒だろ。寮に戻りなさい。待って、私は。冗談じゃないわ。なんだ、どういうことだ。わかんないよ、私鈍いから。どっち追いかける？ありえない。どっち追いかける？うわ、どっち追いかける？ビクトリアは一体どこまで落ちる気なの？大変なことになってんな、本当に。え、どっちも行かないの？ジファソン先生が好きなのか利用してだけなのかって。いや、好きなんだと思うよ。さすがだね、クロエ。おう、いや、任せな、後で言うわ。こんなことして平気かな？お互い目をつけられてるんだし。私のせいにするか、この間みたいに。ふざけないで、これって不法侵入だし、冗談じゃ済まないよ。ちゃんと鍵開けて入っただろう。何の問題もないって。天才か。真面目な話、刑務所行きかも。大丈夫、ここの警備主任はクソ親父だ。私が警察に捕まって困るのはあいつだし。ってことで、早いとこ校長室を調べよう。おい、考えてんね。どうせ捕まっても巻き戻せるんだしさ。でもケイトの時は使えなくなったし、いつまたそうなるか。来いよ、残すドアはあと一つだ。さあ、どうする？あのね、なんかさ、このゲームさ、もたもたしてると時間が過ぎる。さっきクロエからさ、SNS がどんどん飛んできたんだよね、早くしろって。早めに終わらした方がいいのかな？って感じがする。時間巻き戻しつつやるか。もう早めに探すとこだけ探して、どんどんやっていこう。クロエ話す。ここだ。あ、マジかよ、警備員のくせに校長室の鍵持ってね。きっと見られたくないものがあるんだ。私室みたいなもんだもんね、校長室って。絶対開けてやる。実は少しだけどピッキングもかじっててさ。クロエちゃん、フランク様々だな。ちょっと試してみるか。どうぞ、もう後には引けないし。マジのやつだ。一応鍵も探して、念のため。うん、わかった。さあ、時間巻き戻して、時間短縮短縮いきますよ、実世界としてはね。引き出し調べる。何もなし。引き出し調べる。違う、懐中電灯かと思ったら、あ、これスマホだ、ほんとだ。あー、スマホだ、ほんとだ。便利な世の中だね。違うね。よし、外れ。見せられないよって。え、バスルーム？え、学校にバスルームってあるんだ。こんな帽子をかぶるのは不審人物だけだよ。すげえ、バスルームだって。あ、これか。鍵だ。でも校長室のはない。鍵ないみたい。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえればよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。合点承知。時間戻そう。なんか怖いな。ウォーレン、今いい？おや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 。とりあえずベースに帰還すればいいよ。それよりちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入れる状況で鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、どうしたらいいと思う？え、違うよ、ただ興味があって。全然ピッキングなんかしないよ。さすがだね。いや、いいよ、大丈夫、バックアップ要員ってことで。じゃあすぐにやり方を送って。あ、くすまれんやったね。猿の惑星見に行くの楽しみにしてるから、ありがとね。くそ、ふざけんなよ。ダメだよ、みんな起きちゃう。悪い、こっちはお手上げ。そっちは？ん？
ちょっと準備してくる。ここに隠れて待ってて。案外、私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあ、勝負ってことで。何するんだい？ウォーレンから来たな。おや、取る。砂糖発見。おやおやおや、何も調べる前に何の話だい？ SNS 見てみようか。ウォーレンから。え、何何？わ、わ、わ。よく聞くんだ。君は4つのアイテムを見つけねばならないって。お。砂糖、ジュースの缶、ダクトテープ、塩酸ナトリウム。塩素酸ナトリウム。ほう。アイテムを集める。爆弾を作る。火をつける。バーン。質問は？塩素酸なんとかは二酸化塩素を作るのに使う粉末。ほう。そんなのしたくないでしょ。それで本当にやってみるのって。やるだけやってみる。ウォーレン知識に脱帽だよって。やるって言っちゃったよ。必要なものはあと3つ。やるって言っちゃったけど大丈夫かい。これ持っていこうか。鍵だ。でも校長室のはない。時間巻き戻そう。無理か、これ以上。あ、ダメか。あんまやっと怖いな。ちょっと待って、やばい。やっぱちょっと多分1回セーブされたな。時間かけたくないな。リスは木の実が好き。サミュエルもそうなのかな。うん、守護動物だって。なんでここにあんだ。ここには何もない。何もない。潜入ミッション大好き。怖いけどね。セーブされてたね。左下の多分チェックポイントだな。怖いな。おっと、デイビッドに勝ち目はないね。グラント先生の行動が早かった。親愛なるミッシェル・グラント様、ブラックウェルアカデミーにおけるセキュリティの責任者として学生たちの身を保護すること、そして安全確保することが私の仕事である義務です。私が教員と学生に不評であることは重々承知しておりますが、彼らの安全を守ることが最大の目標です。私が学警備主任に就任してからキャンパス内の犯罪は 15% 低下していることを忘れなく、私は科学教師としてあなたの立場を尊重していますが、監視システム計画中止の請願書は不当であり納得できません。取り消しをして賛同してくれるよう願っています。デイビッド、つまり監視…あぶね。そっか、やっぱこの時点で監視カメラの要件は多分取り消しになったんだな。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。ほう。ってことで今この学校には多分監視カメラないんだな。何も入ってない。守って守護動物？なんか懐かしいだね、そのあれはね。昔昔この女子トイレでクロエが殺害されそうになったね。ウォーレン科学オタク？てか科学部だよね、普通に。回収されたばかり、何もなし。自販機か。買っちゃう？買っちゃうかい？いでよ、カン。はい。普段飲まないけど。よし。よし、二つ見つけた。時間戻し戻し行こう。持ってるよね。持ってる持ってる。よし。なんだ今来てたな、 SNS が。ウォーレンから。まだ爆死してないよ。集中するから後でねって。大丈夫か大丈夫か。もう10分経ってんのか。早い方がいいのかな。でも時間戻してるもんな。あんまり時間の経過怖いな。あ、あったあった。ホラーゲーですかって。ホラーゲーチックだね。ホルマリンの匂いって嫌い。時間戻しとこう。A マイナス。よしよし、今朝私が手伝ってあげたおかげだね。
お、ウォーレン・グラハム、応用科学 A- って、かなりいい評価だよ。待って、A が一番上だよね。生物学、うん、グロい。ほう、周期表。周期表、というか、周期って何？確かに、なんで周期って言うんだろう。一律の、なんか流れでね、ループしてんだよね、ループっていうか回ってんだよね。あんま詳しくねえけど、化学式って、化学のあの元素。みんな寝てる。起こしたくないけど、写真撮りたいな。よし。こんばんは、お魚さん。よし、写真撮ろう。ありがとう、いいのが撮れたよ。よし、戻そう。あ、うん、だね、オフだね、よし。さてと、いや、なんかすごいゆっくりだな。自分でもいいとは思ってないよ。マックス、テイクス、なんだ、読めねえ。マックスは何かをもたらすらしいよ。写真機どっか出てんのって、え、カバンから。サイズ合ってないよね。演奏数、え、なんだっけ、に演奏なんとか、あ、これか、あったあったあった。科学には疎いけど、これは絶対に塩素酸ナトリウムじゃないよ。これは塩素酸ナトリウム、塩素酸ナトリウム発見。あった。取りてえけど、多分これピタゴラだな。でもなんかねえな、ねえな、どうしようか。ぶちまけっぞ、牛のマックスドリコだから。わざわざ能力を使うまでもないよね。そこの椅子を持ってこよう。よし、普通だったな。残る材料は一つ。よし、この血のグワーっていうのは多分ね、マックスまで、なんとかしてよってやつだからね。お、おやおや、タバコ持ってる。うわ、電子タバコにすればいいのに。待てよ、あ、なんだっけ、塩素酸なんとかはゲットしたよ。砂糖、ジュース、ダクトテープ。ダクトテープ、え、ダクトテープないか。ダクトテープはなんか作業に使うものよね。なんだろう、なんだ、なんとかそこにあんのって、いたずらだね、誰かね。おやおやおや、自分の、まあ、開けらんないか。あった、ケイト、ケイト、ケイトのロッカー見るだけで嬉しい。ダクトテープ脱獄、頭があって、え、なんで脱獄なの。戻そう、戻し戻し、慎重に時間を短縮していこう。美術室か倉庫、なるほど、と思ったらここ入れるっぽいよ。倉庫なんて今まで来たとあったっけ。ホラー映画のワンシーン、ジェファソン先生の授業でテープを使ったはず。おほん、なるほど、ジェファソン先生の授業でタクトテープか。なんでだろうね、なんだろうね、なんでこんな、私の声を低くしてんだろうね。この灯台は街のどこにいても見える。怖いって、こら何やってんだが怖いよね。姉さんの作品は気味が悪いけど、独特の雰囲気がある。え、なんで墓なの。姉さんもあれか、写真部だったっけ、写真家だっけ。ケイト、悲しい時でも世の中のいい面を見ようとしてたんだね。評論家マックス曰く、ダニエルは写真家よりイラストレーターの才能がある。ビクトリア、これすごくいい。
こんな写真を撮ることができるのに、人としては、はあ、コンテストの作品だって。私がバカなことを言ったせいでジェファソン先生が窮地に、自分が嫌になる。ウェルズさんから、誰だっけ、あ、校長か、マークジェファソンに、マーク、これは非公式の連絡だが、本校は今週のイベントの調査を行っている。後日郵送で正式な知らせを送るが、今のうちに知らせようと思う。私はブラックウェルでの君の仕事や地位を尊重している。非常に困難な時期になると思うが、悪く思わないでほしい。いずれ君の手になることだ。ってわけで、これは解雇通知か。いや、わかんねえけど。だって、コラゲみたいだって。まあね、夜中の学校は怖いよね。タバコだ。ビクトリアのタバコ？ジェファソン先生は感心しないだろうね。あ、タバコ吸ってんの？なんだなんだ、怖いぞ。何を調べていけばいいんだ。ダクトテープ以外にもなんかあるよな。おや、あったぞ。いただきます。ごちそうさまです。早くクロエの驚く顔が見たいな。やばい、なんかフラグな気がする。最初の週にジェファソン先生が撮ってくれたクラス写真、私は写りたくなかったけど、先生が実際に写真を撮る姿を見られてすごく嬉しかったな。嬉しかったね。ジェファソン先生が怪しいって。あ、私は覚えてるよ。ジェファソン先生は生徒の一人と一夜を共にしたことがあるという話があったからね、噂話で。しかもこんな夜中にジェファソン先生クビになったのに、なぜか女生徒と一緒に学校か夜更けの学校か出てきてるからね。なんだな、いや、私はちょっとなんか納得はしないよな。ジェファソン先生何者なんだろうね。噂が立ってるし、このとこから出てるし、しかもなんか訳ありな感じしますよね。私は信じてない。イケメンは苦手です。ケイトを助けただけで日常ヒーロー気取りなんてバカみたい。みんながそう思ってくれるのは嬉しいけど、コンテストに、あとはレイチェルさえ見つけられれば、に出会えなくなっただけじゃなくて、こんな夜更けに、今何時だ、待って、今は夜中の11時だよ。待って、正しい時間はウォーレンから見ると12時、夜中の12時18分です。こんな夜更けにさ、学校から女性と出てくるかい。12時だよ、帰るんじゃないか普通。キョンピョン、イケメンのくせに言って、私鏡が嫌い、バカ野郎何の話だい。急なお世辞にびっくりしますよ。ないな。とりあえず時間は巻き戻し、相当短縮してると思う、この世界線は。世界線っていうか、この時間軸は。ね、多分これ、あれよ、クロエからすると、行ってきまーす、ガチャガチャ、ただいまーみたいな感じだと思うよ、きっと。相当短縮だよ、これ。よし、じゃあここで、時間を戻そう。よし。変な話だよね。